おお、お疲れ。練習？ああ、ちょうど一息入れようと思っていた。つかさ、男子だけだから言うけど、ダンスしてる女子ってなんかよくね？お前というやつはまさかそういう目で双葉のことも見ていたのか？なんでそこピンポイントなんだよ。つか、俺が言いたいのはダンスしてる女子全般がいいって話な。だからなんで双葉ピンポイントなんだよ。つか、なんなんだよこの無駄に振られたみたいな感じ。確かに考えてみれば、リュウジの言うことは一理あるかもな。ダンスで求愛をする鳥もいるというし、踊っている女性を見て惹かれるのは自然なことなのかもしれない。もう珍しく意見があったな、ユウスケ。そしたらさ、好きな女子のタイプとかって話しない？やっぱりお前はリュウジだな。いいじゃねえか別に。男子として健全な流れじゃね。それに息抜きだって大事だろ。仕方ないな。よっしゃー、そしたら言い出しっぺの俺からな。あのな、ここだけの話にしてくれよ。俺のスタイルいい子。驚くほど予想通りの答えだな。じゃあ次、お前はどんなのがタイプ？出たー、誰も敵に回さない模範解答。んじゃあ鳥だ。つーか、ユウスケの好きなタイプって想像つかねえな。俺の好きな女性のタイプない。嘘。じゃあユウスケって。妙な詮索ならやめてくれ。俺が言いたかったのはタイプがない、つまり全ての女性がタイプということだ。どういうこと？俺が女性に惹かれるきっかけはインスピレーションを受けるかどうかだ。女性には皆おのおのに違った個性がある。その個性はどれも素晴らしい。個性はインスピレーションの源泉だから、全ての女性が俺のタイプなんだ。やっぱお前ユウスケだわ。